今日もお疲れ様、ケンケンです。今回はですね、こちらのコースターで初車中泊していきたいと思います。なんだよそれ、何それ。止めた、前回はですね、このコースターを使って山梨県のこの山道とか高速とかいろいろな道を走ってね、走行テストしてきました。はい。で、近々ね、このコースターでちょっと新しく見つけた車中泊スポットに泊まり行ってみたいなっていうふうに思ったんだよね。はい。ちょうど昨日見つけて、ちょっと興味あるんですよ。ただそこの出先で車中泊するっていうのはちょっとまだこの中身が何もない状態なので、これテストが必要なんじゃないかということですね。なので今回はその車中泊に必要ないろいろなものを買ったので、それ込みで自宅でテスト車中泊していきます。じゃあどういう風に車中泊しようかなっていうところも考えながらですね、改めて車を見ていこうと思います。はい、はい、じゃあ見ていくんですけど、まずね、見てほしいのがこのコースターは 5.5 メートルの超ショートっていう特別モデルなわけですよ。もう短いわけ、のおかげでうちのガレージにね、綺麗にすっぽり収まってるんですよ。確かにここがね、ガレージの端っこなんだけど、入ってるね。ね、うん、ちょっとなんか後ろ見るとギリギリすぎるこれ。あ、まあそうだね、ちょっと軽く、まあそうだね、あのこそっと覗くぐらいはいけるけど確かにこれは開かないねそうだね、まあ、乗り降りとかは、ここから入れるからね。そうそうそう、まあ、エントランスはこの左側中央になるので、まあ、問題なく乗り降りもできます。はい、このサイズ感がもうとにかく魅力なわけですよ。はい、もう家庭用バスといっても過言ではない。わあ、そういうサイズです。これなんでトヨタさんこのサイズのバスを逆に今作ってくれないんだっていうぐらいのレベルです、僕的には。飽きたんだ飽きちゃったんだ。ああそうなんだ。一応諸説あるんですけどね、諸説はあるんですけど、ハイエースが置き換わっちゃったみたいね、そこに。へえ。これ今だから地方のマイクロバスとかってハイエースがやってたりするじゃん、街のバスとか。だから基本的にはこのサイズ感はもうハイエースでいいんじゃねみたいになっているっていうのも聞きました。なるほど、ね、諸説あります。で、僕の飽きたっていう説も諸説の中に含まれてる。まあ諸説あるんだ。一人でも提唱してればそうでしょ、諸説になるのかもしれないけど、じゃあちょっと中入りますね。はい、ちょ、ライト今持ってきたんでつけてみたいと思います。はい、これは車中泊するために用意したライト、コールマンのやつだね。お、明るい。あ、まあどうかな、これちょうどその次したい旅というかさ、お出かけ先の車中泊もこのライトで過ごそうと思ったんだけど、2つあれば、あ、まあ、結構明るいね。まあいけるか。うん、で、まあこんな感じの明るさでですね、車中泊をしていこうというふうに思う。まあ2個で足りた、もう1個あったら本当良かったかなぐらいか。みんなケンが全く説明してくれないから説明するとね、おいおいおい、こっちが運転席とジョッシュ席とね、ジョッシュ席ってあるんだよ席がいっぱい。これ何人座れるんだっけ。これはね、9人です。9人乗り。ええ、で後ろの方はこんな感じでね、あの空っぽです。まあこの車バスとはいえ、そのビッグバンっていう、まあバンなんですよ、要は、ハイエースとかと一緒のバンっていうことでね、後ろもリアゲートついてます。で、一応今回はこのスペースがせっかく空いてるので、はい、改造前にですね、ここの部分を使った車中泊をしていくわけなんですよ。で、改造始まったらもちろんシートとかも全部取っちゃうけどね、とにかくレイアウトを考えたいわけ。で、この改造前の空っぽだからこそできる遊び方もあると思ってて、なんかすぐ改造するのももったいないなみたいな。あ、なるほどね。逆にナンバーも取ってあるんで、これ1ナンバーでね、1年間の車検が一応有効ですので、まあ最初のちょっと遊んでからですね、改造に入りたいと思います。まあ、だからすぐ DIY しちゃうとちょっと YouTube 的にはあれだから、この無改造のまま擦れるとこまでお腹細くてやめろってお前それ。これの髄までしゃぶり尽くして次のステージに進むぞ。やめてください、それは。あの、擦るとか言わないでください、本当に。それじゃあ今度あります、そのお出かけ車中泊に向けてここでどういう風に過ごすかみたいのちょっとやってみようよ。ホイールハウスがあるんですよね。なぜかこっちだけこう木で囲われてるわけですよ、釘でガシッと入れてあるんだけど、ここを椅子にすることもできるよね。そうだね、言ってしまえば、はいはい、うん、なんかこういうさ、軽トラのなんていうクッションみたいの、うん、持ってるんで、まあ、この辺にバッと敷いちゃえばさ、あ、全然いいね、悪くない。うん、逆にここに椅子を置こうとしたらもうちょっとあれじゃない、なんかいっぱいいっぱいなんじゃない。確かにそうだね、椅子とか置き出すってなるとちょっと窮屈だね。ね、うん、なんならこことここに座ってテーブルがあったらもう完璧だよね。でもちょっとこっちが木で囲われてないので痛いんですよ。ちょっと座ってみますね。あ、痛いし冷たい。あ、冷たいはそうだね。だこっちの人にさ、その座布団あげれば、そっち別にそんなじゃない。あ、まあ確かにね。うん、厚めにしてね。こう、四つ折りぐらいにして。そうどう？あ、全然いいね。あ、ね、いいよね。で、ちょっとその椅子なんですけど、実は、はい、まあ、ここに座る想定はちょっとしてなかったものでですね。まあ、キャンプでも使えるかと思って、2脚買ってあります。はい、じゃあこれがね、その、チェアでございます。マジでね、これやばいっす。一目惚れして買っちゃったの。これちょっと今までのチェアになかった機能がついてます。これまず、はい、これ取り出すとこんな感じになってるんだけど、はい、普通にこう開く型のチェアしてるんですよ、足はほら、うんうんうん、ね、で座面はもうこれくっついてるの。あ、取れないんだね。そう、もうフレームにくっついてるから、その広げるでしょ、はいはい、背もたれだけわかる、このヘリノックス式というか、あ、ここにシュポってはめるやつね。さっとはめるだけで、はい、もうさっとはめるだけで、これだけです。
だからハイブリッドなんですよ。なんか従来型のチェアの足をしつつも背もたれだけヘリノックス、まあしまいはこのぐらい、うんうん、だからヘリノックス系に比べると大きいんだけど、ね、うん、普通の開くだけチェアに比べると小さいというその間は、これさありそうでなかったでしょ今まで。まあ確かにこうなんか意外とそんな難しい話はしてないけどなかったっちゃなかったよね。そうで加えてそのヘリノックス系のチェアって僕らほら持ってたじゃないですか、うん、ニセノックスも持ってましたけども、まあ、展開が割と大変じゃない。まあポキポキ部分が多いよね。すごいポキ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 ってやった後に、うん、ちょっとグッてこう布をね、この布をさはめ込まなくちゃいけないじゃないですか、うん、その作業が一切ない、うん、だから展開速度で言ったらかなり早いんじゃないかなって思う、うん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 、もちろん開くだけのやつは一番早いけど、これもだって開いてちょっと背もたれポンポンだけだから、確かに布もついてるし、うん、これほどいいものが出てたかコールマンって。もうじゃあこれから愛用っていう感じですか。これは愛用します。わお。いやちょっと触ってみるよ。わあ。カピバラみたい。いや分からん分からん。温泉に使ったカピバラみたい。あ、こういう顔すんの。極楽極楽。極楽極楽みたいな、ね。それほど座り心地がいいんだろうなっていうこと。そうだね。例え難しいけど、うん、そんな感じです。どう？すごいこれ包まれてる感じになるんですよ。うん、本当に。これ表現正しいよね。結構寝そべれるんですよ、うん、こうやってハイバックではないにしろこう肩まで俺の身長でもカバーできるんでおすすめ。おすすめ、うん、これいくらしたの？これしかもね、そう値段も安いの。これもポイント。多分ね5000円台で買えます。それは椅子買いにとって安いの？安いです。おだって それこそヘリノックスとか満タンにするじゃないですか、うん、これ5600円とかですよ。そしてポケットもついてます。はい、携帯とかね、なるほどね、虫除けスプレーなんかも入れてもいいんじゃないですか。なんかあの緑じゃなくて白もあるっぽいよ。そうカラー展開2色あります。もけもけ、ちょっとじゃあ置いてみる。どの辺がいいかな。そっちはキー座って、うん、まあこっち側だけ椅子にしてもいいけど、あ、そう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 、想定ではその辺に置いたらどうかと思ったんだが、そんな狭くないね。あ、そんな狭くない、うん、どうする、もう一脚開いて置いてみるのもありだけど、じゃあこれちょっと山美さんも出してみて。命令すんねってこと言うんだよ。かわいい、このモケモケがさいいよね。そうなんです。まあ冬もそうだし春秋ぐらいまで使えるようなね、うん、モコモコ感。夏はちょっと暑いと思うけど、このモコモコじゃないモデルも売ってるんで。あ、そうなんだ。そうそうそう、夏はだからそっちにすればいい。じゃあこうしてこう。ほら超簡単じゃん。めっちゃ簡単、今初めてやったけど、うん、すごい簡単でしょ、うん、はい、ちょっと座ってみました。まあこんな感じの視界ですね。いや私はねやめろよ。あんな会社に勤めていたのかな。やめろよ、密告すんなよ密告で。テーブルがあって、あ、でもね、あのローテーブルと思えば別に低くないかも。ここにコップとかがあっても全然違和感ないから。まあ仮っていうかさ、そう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 、にしては全然いいよね。ね、うん、あくまでも仮なんでこれ、うん、じゃあまあダイネットはこんな感じでいいかな、とりあえず。まあ一応ね、うん、あとは俺一個すごい心配してたのが寝れるかどうかなんですよ。うん、確かに。どうやって寝んの？一応コット買ってきたのよ。あ、2つでも置けるんかな。そう、置けるスペースはあるのにポコッとしてる部分が2つあるせいでできないんじゃないかなみたいな。難しいかもしれないんだよ。置いてみる、万が一なんかあったら。もう鼻詰まってる時こうやりだす、鼻通無理やりこじ開けんなって。はい、じゃあこれ買ったコットです。何、なんか頭の枕みたいのもついてる。そうなんですよ。ちょっとなんかさ、こういうのめっちゃ楽しくない？前さバモスで車中泊してたじゃん、うんうん、あん時にさ、うん、本当にこう車をフラットにして布団積んで道具積んでみたいな、うんうん、車中泊ってすごい楽しかったじゃん。確かにあれ楽しかったね。なんかキャンピングカーもいいんだけど、うん、こう乗用車を本当車中泊しようにして楽しむっていうのもね、本当別のなんか楽しさがあるんだよね。秘密基地っぽいよね。そうそうそう、そっちの方が秘密基地っぽい、うん、言ったら僕がコットを探す上で考えたのはふかふか小指からやるのはちょっとそしてさっきのコールマンのチェアみたいな感じで展開撤収がすごい簡単っていうのが、まあ、僕の中でこう気になるポイントでしたので、おそこを中心に探しました。見ても見るからになんかもうふかふかそうなコットが、うん、確かになんかこうちょっとソファーみたいね、まあ、その代わりこうしまいはかなりでかいです。あ、まあね、うん、え、なんかでも椅子みたいだね。ちょっと大げさな椅子みたいじゃない？大げさって大きめな、うん、これなんとね開くだけ展開です。うん、これもこのなんていうの、布地っていうのかな、うん、これがフレームにくっついてるんだよ。めっちゃ楽じゃないこれ。いくよ、ほら開くだけ。あ、本当だ、すごい。はい、開くだけコットです。あ、みんなこれがさっき言った枕の部分だきっとそう、僕あのキャンプもともとずっとやってたんですよ、はい、ソロでね、はい、あの10代後半の頃ピローっていうんですけど、その枕を忘れることが実は結構あって、うん、あーそうね、これついてんのよ、うんうん、それよくない？ポイントが高い。なんかバロッコでたまにどっか出かけるときも忘れることあるもんね。枕忘れて俺らしょっちゅう買わなかった。100均とかでなんか適当なクッション買ったりとかなんかパーカー枕にしたりとか。そう、僕あの枕ないと寝れないタイプなんで、うん、そういう時にこうやっぱもともとついてるとね安心感あるなと思って。確か
かに。あと荷物増えないよね。あ、そうだね。バラバラしないから、うんうんうん、あとこんな感じで収納もねついてます。はい、これも結構あるね。メッシュの部分と裏に大きめのポケットが、うん、しっかりしてるね、うん、で、なんていうんだろう、生地的には、うん、なんかファブリックソファーみたいな感じの生地してるかな。本当だ、なんかツルツルしてる、あの冷たい感じでもないし、うん、モコモコして暑苦しい感じでもない。なんか本当布って感じだね。ちょうどいい、うん、だからここにあの掛け布団次第では暑さ調整できるんじゃないかなっていう感じです、うん、ちょっとじゃあ寝てみます。はい。おー、いいじゃん。あ、お、わー、枕最高。どう？あ、いいわこれ。一応剣の身長でもあ、まあ、ね、なんとなく入ってるね。ちょうど185ぐらいありそうじゃない、これ自体が。頭はそこ正しい、良さそうです。正しいね。あ、そうすると足はギリギリ入ってるね、かかとまで。入ってるよね、うん、確かに185ぐらいなのかな、うん、横幅はそうね、60ないぐらいかな、うんうん、いや、すごい。いや、これがいいのはいいんだけど、これが入るかどうか、ね、まあ、問題そこなんだよ。そうなの、うん、これで終わりじゃないから。いや、そうなの。最悪これ外に出して野宿よ。うわ、こんな大きい車なのに。そうだよ。これが2個入るとみんな嬉しいんだ。2個は無理かな。1個しか入んなかったら剣が野宿になっちゃうから。なんで俺なんだよ。なんで俺なんだよ。で、問題はね、はい、ここに真ん中にドンはいけんのよ、1個は。まあ、それはね。もう1個どうするかなんですよ。うん。うん、まあ、とりあえず展開してみるよ、ここで。はい、これ1人だったらもう余裕だね。1人は余裕だし、うん、このボコがなかったら本当2人全然いける。確かに。ただ足の感じからも、これが限界だね。そうだね。間に2つ入るかなとかちょっと企んでたけど、無理だね。無理無理無理だ。さあ、困りましたけど、あとできるとしたらこの横ですね。そうだね。こことこっちに横に行けるかっていうのをやってみたいと思う。はい、もしくはもう剣が1人で行くかって。いや、行くの俺一人。あ、そっちもあるね。そっちもある。俺野宿じゃなくて、うん、俺一人で行くつもあるよ、ね、そもそも一人で行く。ああ、寂しいな、うん、ああ、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 こけるやないかい。ここはいけるね。え、奥はダメなの。なんかね、この幅が、ああ。幅がちょっときついかもしれん。どっちにしろ縦か横かでしか一人でしか寝れないこと。どうすんだよ。これはちょっと参ったぞ。予想外ですね。作戦としてはこうね。あ、ちょっとそうだね。おえ、行った？皆さん行ったんじゃない、これ。行きました。やった、来たね、これ。地位にちょっとそこ寝てみなよ。ちょっとだから俺が寝て、うん、何か違和感を感じなければ、うん、いけるんじゃないかって。みんな剣はその辺うるさいからね。どう？あ、まあ、いや大丈夫っすね。え、こう見るとちょっとね、すごいパツパツだね、うん、でも本人が別に平気なら全然平気でいけると思う。ちなみに今俺結構衝撃のことが分かった。当てたい。言って。足が臭い。俺改まってちなみにとか言っちゃうわけ、自分の足の臭さ。え、みんなもちょっと思ったんじゃなかろうか、これもしかして。身長185センチの男がこの車体に対して横向きで寝てんだよ。すごない？え、寝れる？え、すごくない？うわ、みんな喜んでる。剣がこんな身長で生まれちゃったからさ。いや嬉しいんだけどね、身長でかいのは嬉しいんだけど、うん、そうだよ、うん、このキャンピングカーという界隈においては、うん、やっぱり身長がでかいことってでかすぎちゃうと寝にくいんだよね。まあ確かにね、うん、はいはい、窮屈な思いを結構してきました、うん、でこの車も言っても 5.5m、 まあハイエーススーパーロングよりちょっとでかいぐらい、はい、なので 7m クラスとかのさ、バスと比べたらもちろんキュッとして家庭サイズなわけじゃないですか、うん、にもかかわらず横向きで寝れる。待って、レイアウトがちょっと変わってきた。これ俺が思ってたのと変わってきた。あ、それは良かった。横向きができるってことじゃん、うん、横向きで一番効率よ、これ。まあ確かにそうね。みんな剣が喜んでる。新発見。やった。あ、やっぱやってよかったよ、車中泊。ああ、まあまだ車中泊してないんだけど。確かにね。してないんだけど、まだ置いただけだけど、うん、いや、こういうのやっぱ大事よ。確かに、した方がいい。大事大事、うん、まあメジャーで測れば分かるじゃんって話じゃないですか。だって分かってたよ、うん、俺もこの中さ、うん、俺寝れるかもなと思ってた。でも寝れてからその実感湧くのよ、やっぱりそういうのって。はい、大きい人は、うんうん、まあこうやって一個一個レイアウト考えていくんだよね。でもよかったね、これ確実になったわけじゃん。そう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 、いけるかもだからさ。そうなんです。寝れるんだって確かなものになったわけだから。よし、じゃあ OK、 寝室問題解決。おお。はい、じゃああとはね、まあおなじみなんですけどカーテンです。まあやっぱ目隠ししないとね。レディーがいいから。セクシーがね。セクシーがねって、うん、レディーがね、俺のセクシーが見えちゃうから。ああ、おー、ちっちゃ。なんか中途半端な。何件そのカーテンは。いや、なんか中途半端だな。窓が大きいもんね。そうだね、これバスの窓ってでかいんだね。何これ。まあ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 、まあ、ないよりは、ないよりはいいんじゃない、うん、こんな感じで。確かに、うん、まあ、全然だね今回カーテンはちょっとしょぼい、うん、でもね、あのコースターのなんていうフィルム、うん、すごいよね。確かに見えないよね。全く見えんのよ。ただ中が明るいと見えちゃうだろうね。これなんか意味ある、これ。
ラーメン屋みたいになってるけどこれね、オフィスみたいな居酒屋とかね、まあ一応貼っとけばいいんじゃない、まあ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 、うん、ないよりはね、うん、うん、まあこれでガツッとやっていくわけじゃないから、うん、まあ仮ということで、で他にもなんかこうスマホを充電できる 24V 用のシガープラグとかさ、うん、まあ、寝袋はねクイックで使ってたやつとかとかいろいろあるんですけども、まあ新しく買って居住に関係するようなアイテム紹介は以上になります。じゃあこの後はね、まあ、バスでは出ないんですけど、あの普通に軽自動車でね、あの夕飯の買い出しに行きたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとねご飯買ってきました。はい、今回その車中飯といってもここでちょっと簡単に調理して持ち込んで食べようかなというふうに思う。正直まだ調理器具とかなんかその辺をボックスにまとめができてないんで、まあとりあえず今回はテスト車中泊だからそれでいいかなと。で買ってきたのがこちらね、お家で楽しい手巻き寿司。これ欲しかったんだよね。欲しかったんだって。酢飯を作るのにいつもねこういうなんかプラスチックのボールとか使ってたんだけど、なんか深いからさ下の方がベチャベチャになっちゃうんだよね。やはりこう余計な水分を吸ってくれたり、こう平たいことによってまあいろんなことがいいだろうと思われるこれが欲しかった。ちなみに我が家ですね、はい、矢部さんがアトピーで僕がちょっと鼻のアレルギーっていうところからですね小麦抜き生活をしております。で砂糖と牛乳もなるべく取らないという感じです。頑張ってます。なのでなんだお酢が結構大変なんだよね。お酢は砂糖が入ってるんだっけ。そう、お酢は砂糖がね結構たっぷり入っちゃってるんですよ。うん、そこでですねこちらね自家製の寿司酢です。僕が作りました。それ中に何が入ってるの。これ昆布。あ、昆布、うん、へえ。砂糖の代わりにみりんを鍋で煮切って使うんだよね。で酢入れてこの昆布入れて出汁を取って冷やしたものです。これがねちゃんとこう寿司酢になるわけですよ。砂糖使わなくてもちゃんと美味しい。これ一回作るとね3ヶ月ぐらい持つらしいですよ。へえ、しばらく持つ。いい、ね、うん、そう、なんで我々は結構酢飯が作る機会が多いわけですよ。ご飯炊けましたんでね。はい、じゃあどうでしょう。作り方が間違ってるとかはもう別にちょっとお許しくださいね。ダメだよ。え、そんなの。いやいや、まあまあこの辺はまあまあ別にいいかなって。酢飯協会の人からクレームが来るよ。酢飯協会とかあるんだ。あるだろそりゃお前。あ、そうなの、うん、あ、ちょっと内輪がないんで、はい、これ扇風機新品です。新品ですよ。ホコリとかついてないんでね。風を当てつつねこのお酢をかけてって、砂糖が入ってないからこうなんか罪悪感が少ないのがいいですね。ちょっとじゃあ味見します。はい、どうぞ。どう、何の味。うん、薄い。薄い。もうちょい。味も薄い。味もってなんだ。味もってなんだ。味も薄い。矢部さんは 0.55。 はい、ちんまりですね。ちょっとねお昼ちょっと遅かったんだね。こんなもんかい。ジャパネット県の商品紹介が長くてね。ジャパネット県遅くなっちゃったんで。そうだね、うん、ちょっと俺がやたら興奮気味に紹介しちゃったから。ジャパネット、ジャパネット、ふうるさい。そこにフォーカス当てんなよ。でもそうやって言ってな い, いや言ってるあの CM。 はい、じゃあこちらねお刺身の、何これ、端っこがバラ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 って言うなよ。端っこまとめたやつ。はい、こういうのが意外とうまかったりするからね。僕らね、これ好きなんですよ、うん、逆にこれね、お刺身はもう切ってあるだけなんで特になんかこの別の調味料がついてるとかもない。皆さん、今日のお夕飯はこんな感じで完成です。この料理に名前つけるとしたら何。この料理に名前つけるとしたら、うん、もう健康でお肌も胃も腸もツヤツヤなお寿司セットです。ですとか言うなよ。うわ、来た来た、ご飯だ。ご飯だよ。とりあえずここでいい。まあいいよ、汚くなければ。まあみんなね、多少のゴミも調味料っていう言葉がありますからね。先人の言葉でね、多少のゴミも調味料、多少じゃないゴミはただのゴミ。ありがたい教え。はい、じゃあちょっとね着席してみました。はい、やっぱり超ショートのサイズなんで外から見るとすごい大きく見えるんだけど、入ってみるとどう、まあカメラ越しで分かると思うけど、でもさそんなにこの席じゃない、やっぱり座席のせいかな、うん、そこまでの広さを感じないですね、うん、うん。まあ、ただね2人がすごいリラックスした姿勢で椅子に座って、まあテーブルの代わりというかね、大きめなテーブルがあるので、そういう意味では結構広々使えているのではないでしょうか。でもさ、車の中でさ、うん、このキャンプ椅子でさ、なんか座ってるのって面白くない？確かにね、ちょっと初めてじゃない俺ら。なんかデリバンでもなかったよね、その多分やってない。作る前とかでも、うん、椅子置いたりはしてなかったよね。してないしてない。なんかちょっと新しいね。ちょっと新しいよね、うん、こんな普通にキャンプ椅子とか置いちゃってな、ね、変な感じする。グランピングに近い気分。あ、そうだね、うん、なんか安心感ある。でもうん、ある、うん、じゃあ早速いただきましょうか。はい、うん、ではいただきます。はい、うん、美味しい？今まで一番うまいかも。今までっていうのは何？この酢の話？おお、そう。ご飯がやっぱ良かったね。ね、良かったんかもしんない、うん。多分混ざりと冷ましがうまくいったんだと思う。うん。もう酢飯大好きなんですよね、僕。うまいよね。うん。
で、まあ、ただ食べるだけじゃなくてですよ、どれぐらいのダイネットスペースが我々には必要かっていうのを見極めたいわけです。うん。今のところ。どうかな？実際さ、こうやってキャンプ椅子置いたのも今日初めてじゃん。うんうん。で、前に座席はあるんだけど、もう空間がないから、こうやって実際に食べる姿勢とか取れないんだよね。だから今日初めて、ちゃんとこう、席に座ってご飯を食べる、この、自分が使うスペースみたいのを把握して見てるわけなんだけど、うん。どうかな？この感じで言うと、ちょうどこの辺の空間があればいけそう。一人の椅子としては。そうだね、確かにね。椅子があってテーブルがあって椅子とかだったら、うん、この台の端から反対側まではなんか自由に使えそうな感じしね。結構広いよね。うん、これはいいんじゃないの。かなりこういう対面で行くならね、うんうん、ただ僕横向きのラウンジソファーがすごい好きで、どっちかというと対面するってよりは横に座って並んでテーブルにつくみたいな、ホストクラブみたいな感じ。ホストクラブで例える、うん、なんかこう隣同士の人、つまりこう並んで座るぞみたいな、まあまあ、そういう意味では確かにホストクラブですね。うん、ホストクラブにするじゃん。いや、しないです。しないです。シャンデリアとかしないです。あ、しないです。うん、全然しないです。シャンパンコールしない？うん、イエモンコールでいいですから。イエモンコールでいい？イエモンコール。はぁイエモンコール。それ誰？で、それだ、イエモンコールでしょ？ああ。で、シャンパン、わかんない、シャンパンコールって、ああなんとか、はいはい、みたいな。まあなんか、姫がなんとか、みたいな感じでしょ。そうそう、姫って、ね。そうでしょ？うん、なんかそんなイメージある。イエモンコールでしょ？イエモンコール。はぁよぉそっち系のちょ江戸っ子系な感じで、ね、そうそうそう。じゃあ山さん実食いただきます。どうぞ。うん、魚うま。魚うまいよね、うん、このぶつ切りほんとうまいのよ。あ、ご飯うまい。いいよね。うん、ちょっと多めに入れたのもあんのかな。最後の1回が良かったとか。なんかあんまり普通の酢と変わんない気がする。そうなんです。おいしい。みりんってすごいんです。うん、ちなみにね、ちょっと余談ですけども、こんななんか小麦抜き砂糖を減らしてとか言ってなんか実感あったわけっていうお話をちょっと軽くさせていただきますとですね、まあ俺は鼻を改善したかったんだよね、山ね、うん、極端にズビズビ言うのなくなったよね。いや、なくなった。それはマジでそう思う。山根さんがもう俺のズビズビで起きちゃうぐらいだったんだよね。俺朝一でもう鼻が詰まっちゃってふがふがずっとやってたんだけど、俺の目覚ましだった。そう、俺の目覚ましになっちゃってたんだけど、俺もう一切ないの、それ聞かないんだよ最近。そう、ズビズビを。そうなんですよ、うん、だからそういう意味では、まあ、ある意味そのアレルギー性鼻炎みたいなものなのか、ただただそういう鼻炎に効くのかわからないんだけど、効果をちょっと実感できてます。いや、嬉しいよね、効果実感できると。いや、めっちゃ嬉しい。やる気にもつながるというか、うんうん、そうなんですよ。あとはそのからアトピーもアレルギーから来るような部分に関してはね、ヤマメも効いてくるかもしれないし。まあこんな感じでね、今ご飯食べてるわけだけど、最初ベッド置いた時俺横向きで行けたから、もう今すごい妄想が広がっててさ、もうレイアウトがこう滝のように頭にしてるね。滝のように、うん、すごいね。すごい、それはすごい。こう、これがいいんじゃない、これがいいんじゃないみたいな。でも幅は広がるよね。めっちゃ広がる、うん、カスタマイズできる。ちなみにこの車にはですね、マルチルームをつけたいんですよ。まあ、やっぱり僕らとしては日本一周を見据えてるので、長旅をする上ではトイレとシャワー絶対必須なんだよね、うん、俺の中では。おいしい。そのマルチルームの位置だけがどうしてもうまく出てこない、降ってこない今のところね。ああ。それはこうベッドが横だとしても難しそう。そうだね、その位置とか。なるほど。で、その一概にどこがいいっていうもんでもないのよ。その床下見てみて、うんうん、ちゃんと抜ける場所とかも見なくちゃいけないから、うん、あの排水がね、うん、タンクの位置とか。そうだよね。だから本当あのどこでも置けるわけじゃないから、マルチルームっていうのは、うん、そこが難しいよね。トイレとかだけだったら全然いいんだけどね、うん、ラップも置くだけだったら囲えばいいだけだから、うんうん、シャワーってなるとまた話変わってくるからね。でもそうなるとシャワーの場所を先決めた方がいいんかね。逆にね、うん、あ、もうここしか候補ないよとか、うんうん、からかもしれない。そうだよね、うん、だって正直あったようなものはまあ割とどこでも対応できるわけじゃん。そうだね、ベッドとかさ、うん、変なキッチンだろうがベッドだろうが、そうそう、絶対動かせないものから決めた方がいいのは確かだ、うん。まあ、こんな感じでちょっとレイアウト話し合いながらゆっくり食べたいと思います。はい、それではね、就寝準備していきたいと思います。まず最初に一番大事な覗き見ですね。あ、どうなのか、カメラでもわかると思うけど、ほぼ見えなくない？見えないんですよ。あ、いや、ちょっと、まあ、電気は見えるか、あの光ってる電気は見えるけど、うん、でも相当近づかないと見えないよ。すごい近づかないと見えないね、うん、あ、全然大丈夫じゃん。あ、待って、これで、うん、ここの電気消してみるわ。あ、そりゃそう。じゃあ行くよ。あ、まあ確かにね、見えるわ。暗いと見えるわ、うん、あのがっつり見える。でも電気消せば多分見えないよ。うん、多分ね、中の電気も消してしまえば、うん、同じ中と外が同じ暗さだったらね、結構見えない。見えない。肉眼でも見えないよね。うん、でもしお着替えとかすることがあったら、うん、電気消したりして。そうだね、うん、じゃあ就寝準備するよ。するよするよ。まずじゃあ奥の席の人。はい、ケン、どっちがいい？あ、俺あれなら奥でもいいよ。あ、別にどっちでも。でも小柄な人間の方がいいんじゃない？
あ、確かに軽い方がいいかもしれない。じゃあ俺奥行こうか。じゃあ頼んだ。うん、なんかあっても後ろからは出れるっていうのがいいよね。そうだね。ここに剣が寝てるとさ、なんかこうまたがないといけないわけじゃん、うん、だけど後ろからも出れるから、ここのドアノブでね、外に緊急脱出することができます。次はこちら、ロゴスの寝袋です。これ我々のね、大のお気に入りの寝袋なんですよ。氷点下何度だっけ、5度ぐらいまで手を打ちるやつかな。おお、心強いですね。心強い。寝袋用電熱マット。普通の電気毛布だと、はい、長さが足んないわけですよ。あー、なるほど。短いでしょ。確かに。だから足の方がどうとか、うん、肩の方が寒いとかあるんですけど、うん、これ寝袋用なんで細長くこう足まで行ってくれます。優しい。これがね、寝袋用の電気毛布のメリットですよね。ほら、ちゃんと端から端まで。確かにこの端から端まで、そう、ちゃんとあるんですよ。黒いのがね、電気毛布です。これでおそらく防寒はバッチリかなと思います。わ、はい、まあ、なんといってもこのね、バスはまあ無改造ということなので、断熱はもちろん一切ないです、うん、鉄板むき出しだし、窓も大きいし、普通に寒いと思う、うん、なので徹底してやりました。じゃあちょっと試しにヤマメさん寝てみましょうか。おお、なかなか良いではないか、良いではないか。いいでしょう、うん、ちょっとさ、寝っ転がってみてよ。じゃあ寝かしていただきよ。はい、身長165センチ、どうなるか。おお、足ピーンできるね。ほら、全然余裕。わあ、しかも頭の方もね、見てください。こんな感じで30センチほど空間がありますね。ここ俺の部屋にしたい。いや、2人の部屋に住んだよ、2人の部屋に。でもなんかこの様子だけ見るとさ、うん、このホイールハウスの終わりまで、こっから向こうをベッドにするとちょうど良さそうだね。あ、2人で。これ2個分みたいな感じで。そう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 。で、そのホイールハウスも全部ベッド下に入っちゃうから、こっちの空間も有効に使えそうじゃない。やば、横向きベッドちょっと来てるかもしれない、これ。なるほど。ああ、激アツです。ああ、なるほど、リュウチ。別にどうなんですか、それは。なるほどさんですから、あれは。ではね、もう一個こっちにベッド展開してみたいと思います。よし、じゃあ展開して。さ、ホテルのさ、うん、なんていうの、ツインっていうの。あ、そうだね、ツイン感ある。なんかね。はい、それではベッド展開完成しました。あー、見てこれ、ちょ、面白いんだけど、なんか寝台列車みたい。こっちがほら、普通に乗車席があって。確かにね。後ろにベッドがある、面白い。今ヤマが言ったけど、ツインっぽいね、ホテルのね。なんかね、こう間にちょっとなんかランプがあるみたいなイメージだよね、うんうん、いや、もうほんとやってよかった、このテスト。これをさ、なんかいろいろ試しやってさ、これ実際横に置けなかったら、出先だったらどうすんだって話だもんね。まあそうだよ。うん、家で一回やっといてよかったわ、うん、これで安心して次ちょっと出れますね。じゃあちょっと実際お布団入ってみてもらっていいですか。はい。僕はちょっとね、まだ暑いんで特に電気も入れないですけども、ヤマさんはね、いつでも入れれるように繋いではあります。いや、どうですかね、これ。うお、いい。うわ、楽しい、これ。全然寝れる？寝れる。だって余裕あるもん、ヤマメ。羨ましい、こんな余裕あって。どうかな、この暗さで寝れそう？寝れそう、うん、ちょっとね、山奥暮らしっていうのもあるので、外トイレ行く時とかちょっと危なくないようにガレージの電気をつけっぱなしで今日は寝たいと思います。はい、じゃあ僕も入りますよ。はい。おお、いい。うわ、やばいな、これ。お、どう？最高。あれだね、この寝袋も結構ふかふかなんですよ、これ、うん、だからもともとふかふかのコットの上に置いたから、もうさらにですよ、コット感なくない？うん、あんまない。エアベッドみたいな感じじゃない？で、ヤマさん一応鍵は閉めたんで、はい、このまま寝ますけども大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ多分まだ全然寝ないと思うんだけど、うん、まあ、このままね、寝っ転がって2人でこう構想をいろいろね繰り広げていこうというふうに思います。はい、まあ、今日はね、とてもいい経験になりました。じゃあ無事ね、朝迎えられるのかっていうところと、寝てる間の寒さ暑さ、それから結露ですね、その辺もいろいろ見ていこうと思います。じゃあおやすみ。おやすみ。おやすみ、ヤマさん。はい、おはようございます。おはよう。おはよう。これ今日の朝ごはんどうでした？やべさ、一泊してみて。美味しい。一泊ってあの一口のパクじゃないからね。別に普通に快適。まあでもそれがいいよね。だって超快適なわけないんだから。うん、普通がいいよね。よかった、じゃあ普通に寝れたんなら。夜起きることもなく。まあ寒くても電気毛布つけてたから大丈夫だったでしょ。うん。うん、この寝袋は信頼のあるやつなんでね、僕らの中では。まあ僕としては窓が開けられないのがちょっときつかったかな。なんか密閉空間ってだけでそもそも苦手で、冬でもちょっと窓開けるんですよ、僕。で、まあ若干こう、開けたは開けたんですよ、そこの窓ね。だけど、まあ時期的にギリギリかな。蚊とか入ってきちゃうとあれだし。場所によってはもう全然いるもんね。うん、そこなんとかしたいなとは思いますね。このキャンピングカー作ると結構
要だと思うな。網戸つけれるか問題みたいな。はい、ということで今回はね、いろいろなアイテムを持ち込んで初車中泊やってみました。今回の初車中泊は夜も話したけど、お出かけ車中泊のデモンストレーションみたいな感じでやってみました。でもやってみてめちゃくちゃ良かったね、うん、本当に。横向きにしたいかもしれない。もう寝る前とかもすごい考えたんだけど、こんだけちゃんと寝れるんだったらもう問題ないかもしれない。これ足の指も伸ばせたよ、うん、なんなら現状でね。こっから断熱したいから室内幅ちょっと狭くなるんですよね。だからそこでどうからぴったしになっちゃうかなっていうところなんだけど、ちょっとでも斜めに寝て解消できるんだったらやっぱ横向きいいなって思うよね、うん、なんか空間めっちゃ広く使えない。そんなで次回のね、このコースターで行く車中泊地開拓の旅みたいのもね、楽しみにしていただけると嬉しいです。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではこの後もご安全に。